はい、ゲームコレクターの関寛です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介するのはバトルフィールド2042っていうのかな。はい、ということで、バトルフィールドシリーズっていうと多分家庭用ゲーム機、日本の家庭用ゲーム機だとプレステ2かな3かな、とにかくね、バトルフィールド2あたりからね入ってる気がするんですよ。だから、で、PS4 とかではバトルフィールド4まで出た後、なんかバトルフィールド1みたいなのが出たりしてね。まあよくナンバリングよくわかんないんだけど、多分そのナンバリングと今回の2042っていうのは別のことだと思います。だからまあ、弾丸論破みたいなね、こう1と2と3、V3 の間にこういっぱいあるぞみたいな、そんなこととは関係なく、多分1、2、3、4、2042みたいな、そういう話じゃなくて、まあ単純に2042年なのかなと思いますが、まあとりあえずサイトの方を見ていこうかと思います。ということでこちら、はい。バトルフィールドのサンドボックスと激しい戦闘が融合する緊迫感に満ちた分体ベースのサバイバル体験ということでね。バトルフィールドシリーズが、こう、ナンバリングで進化しているのと多分それとは別にバトルフィールドの、ちょっとバトルフィールドついてるけどもナンバリングじゃないタイトルってあるんで、多分ナンバリングじゃない方のタイトルのニュアンスなのかなという感じがしますよね。はい。まあサンドボックスって言われてるから、ストーリーベースでこう、まあ、でもあれか。メタルギアソリッド5みたいなニュアンスでいいのかな。今まではストーリーベースでこう進む、ね、ある、自由度は若干あるけど、ストーリー、ある程度こう進めるところが、最初からオープンワールド、サンドボックスみたいな感じになってるイメージっていう方がいいのかな。まあちょっとわかんないけど、なんかそういう風に僕は勝手に思いました。まあトレーラーを見るとかあるんで、動画とかでチェックしたい人は、ぜひね、公式サイトの方ね、概要欄からリンクで行ってください。ということで、2042へようこそ。戦場が目の前に変化する。最新鋭の武装全面戦争が戻ってくる。武装だな。ダイナミックな嵐、環境に対する危険、戦闘の自由、バトルフィールドならではの破壊力、破壊がバトルフィールド、バトルフィールドならではの破壊が、バトルフィールドならではの瞬間を生み出す。128人対戦の大規模戦闘に対応し乗り越えよう。ということで。バトルフィールドシリーズっていうのは多分、僕は実はいつも、キャンペーンというかね、シナリオ部分しかやらないんで、一人プレイなんですけども、なんか前からあれだよね、64人対戦とかそういう人数でこう、結構プロモーションというかアピールをしてるゲームだったような気がするんですよね。ということで、ゲーム概要。こっちかな。はい。ということで、バトルフィールド2042はシリーズの象徴である全面戦争への回帰がテーマの作品となる。分隊の支援と最先端の武装の力を経て、プレイヤーは激動の戦場へ舞い降り、戦いを乗り越えていく。128人対戦に対応する本作では、世界各地の広大な戦場で前代未聞のスケールの戦闘が展開される。より進化したマルチプレイヤーモード、コンクエストやブレイクスルー、そして最新のハザードゾーンなど複数の壮絶なバトルモードを楽しもう。そういえば以前プレイしたバトルフィールドどれだろう ?1 かな?なんかあれもなんかこう、キャラクターごとのストーリーやなんかミッションみたいな用意されてるけど、そこそこオープンワールドだった気がするから、まあそういう意味では変わらないのかな。まあいいや。はい。で、ゲーム体験。オールアウト、ウォーフェアっていうの?バトルフィールド2042でおなじみのコンクエストやブレイクスルーを楽しもう。最大に128人のプレイに対応し、今までの以上の大規模な面白いバトルになっています。やっぱこう、あれかな、64人って言ってたけども、結構バトルロワイヤル系のゲームって100人とかだから、やっぱ100超えるにはまた倍、2倍しちゃえって感じなのかな。まあ、技術的な問題とか、あとね、まあ、ゲームのシステム的な問題もあるけども、まあ、そういうことなのかな。で、バトルフィールドポータル。戦争のルールを変更して、バトルフィールドの壮大なユニバースで展開される予測不可能な戦闘に挑もう。
再構築されたバトルフィールド1942、バトルフィールドバッドカンパニー2、バトルフィールド3のクラシックエクスペリエンスも再び楽しむも、これらの名作マップにバトルフィールド2042の武装やコンテンツを追加してバトルに参戦するも楽しみ方はプレイヤー次第。なんだろう、こう、いろいろ名前が出てくるんだけど、でもバトルフィールド3も入ってるんだ。はぁ、なるほどね。ここら辺ちょっと難しいよね。一個一個のバトルフィールドがどんなゲームだったか思い出すというか情報がないと、なんかほら、戦争のゲームっていうのも、やっぱりこう、なんだろう、ただ爽快感のあるゲームっていうニュアンスの場合と、戦争のこの悲惨体験をこう乗り越えてどうするっていうところの、まあ、ストーリーっていうか世界観っていうか、こう、まあ、戦争に対する何かしらのメッセージがあるかっていうところが分かれると思うんだけど、多分バトルフィールドシリーズも共通じゃなくて1942っていうのは、まあ、まさにね、第二次世界大戦だし、今回は2042だから、多分、未来の、まあ、1942がリアルだとすると、2042っていうのは、まあ、リアルとはちょっと違う近未来のね、お話だと思うんですけど、なんかそこら辺の、こう、なんだろう、戦争に対する、こう、バトルフィールドのね、このゲームの捉え方っていうのが、なんかどういう風になってるかっていう考え方っていうのがね、なんか知れないと、なんかいろいろとこう、突っ込みにくいところはあるかなと、個人的には思いました。はい。で、ハザードゾーン。分隊を組んで危険地帯に、降り立とう。ハイリスクの、最新マルチプレイヤー体験が待ち受ける。年内にさらなる情報をお待ちください。って、いや、これもう発売すんだよね。発売すんだよね。まあいいや。で、マップ。バトルフィールド2042の全面戦争を演出するために、設計された7種類の広大なマップでは、大規模で、圧倒的な戦闘をより鮮明に感じられる。また、各戦場のプレイスペースでには、複数の特徴的な戦闘エリアが用意されており、さらに、多彩で奥深いビークル戦闘が楽しめる。マップとかはまあいいや。はい。で、動的に変化する、世界、各マップでは常に変化する戦闘状況やゲームプレイを体験できる様々な、外的要因や嵐を臨機応変に乗り切ろう。これはあれですよね。昔の、本当に昔のゲームだと、それほどこうね、環境を保存できないから、やっぱりこう、切り替わるたびに、そこのものを再構築して、で、なんかいろいろこうね、物が落ちてるとか、そういう、まあ、アイテムが落ちてるとかね、そういうのが管理できなかったけど、今はいろいろなものが管理できる上で、あとは地面がぐらぐら揺れたりとか、ひっくり返ったりとか、物が吹っ飛んだりとかいう情報も、ね、物を拾えるものとかだけじゃなくて、まあ、走れる足場とかも、含めて全部がこうガラッと変わってる、まあそういうところがさらに変化してる、進化してるっていうことでしょうね。はい。で、最新鋭の武装、最新鋭の武器、ビークル、ジェット機、ヘリをはじめとする2042年の近未来にインスピレーションを得た新しい武装の数々を利用して大胆に戦闘を展開せよ。でもなんか2042年の近未来っていうのは逆にこう歩兵部隊みたいなのの扱いとか人が乗ってるっていうものがない戦争にどんどん進化してる気がするんだけど、やっぱりそれでも人がこう出て行ってね、殺し合いをする状況なのかなって、ちょっとそこは疑問があるんですけど、だからこれは本当に今のリアルな戦争とそっからのこのね、直線上にある2042年の、要はこう、人が攻めていく戦争というところからの進化系なのか、いろいろ技術がこうね、まあドローンでも何でもこう、厚みが増した上でこう、未来に進んでるか、そこの捉え方っていうのがね、だからこの2042年って今捉えてるのが、2042年でプレイするときにどうね、こう感じられるものになってるか、みたいなね、ところの想像も面白いのかもしれないですね。まあ、戦争が面白いかどうかはまた別としてね。はい。で、スペシャリスト。戦場における自分のロールを選択して、新しいスペシャリストシステムを通じ、自分だけの分隊を編成。バトルフィールドのクラス4種に基づき、各スペシャリストには一つの特別な専門機能と特性が用意されている。なお、
これ以外の装備はフルカスタマイズ、カスタマイズ可能。まあ、いろいろとこう、なんかまだサイト飛ぶようになってるな。見た方がいいのかな。あ、これ世界ですね。ここ大事ですね。2042年、過酷な異常気象と資源をめぐる紛争が世界勢力のバランスを変化させた。アメリカとロシアが交戦寸前となる中、ノンバトリエイト、非正規兵の戦闘経験者がタスクフォースと呼ばれる独立したグループを形成する。前代未聞の交戦区に降り立ち、世界の命運を決める戦いに参戦せよってあるんですけど。でも今の世界的なね、現状を見ると、アメリカとロシアっていうより、なんかアメリカと中国って言った方が、ちゃんとこう未来を見据えてる感じもするんですけどね。やっぱり昔からのこのね、まあ、90年代ぐらいからこうの、こういう系のゲームが、こう引き継いでるアメリカ対ロシアの路線をずっとこう、ね、乗ってるから、まあ、そういう積み重ねになるのかなっていう気もするし、どうなんだろう。そこら辺がこう、未来をね、リアルに捉えてるかどうかっていうのは、まあ、まあ、あってほしくないけど、そこら辺はもう少し、こう、ね、現状に即した感じにした方がいいんじゃないのかなと、個人的には思います。はい。で、ライブサービス。バトルフィールド作品のライブサービス。今後のアップデートに新たなアプローチを取り入れられ、今後何年にも、わたってコミュニティがゲームを楽しめることを目指し、モダンなマルチプレイヤーゲームに期待されるサービス及び進化を、実装される。進化が実装される。およそ3ヶ月の間隔で続く複数のシーズンを通したゲームストーリーに合わせて世界が進化して拡大していく。シーズンごとに新たに無料と有料のバトルパスが登場し、新たなコンテンツを獲得可能になる。ライブサービスの初年度には4つのシーズン、4つのバトルパス、4人の新スペシャリスト、そして新コンテンツをリリースされる。バトルフィールド2042のリリースに先駆けて、最初のシーズンについてさらなる詳しく、お伝えする予定です。まあこれはあれか、登録しとくといろいろ見れるってことか。まあまあ、いいや。ということで、まあ、サイトの方のサイトに戻ると。で、この辺は見たのと同じなのかな。あ、でもゲーム体験。ここちょっと見とくか。全面戦争、コンクエストとブレイクスルーが128人対戦の大規模戦闘で復活。バトルフィールドポータル。これはさっき見たのと同じだね。で、バトルフィールドハザード。あ、まあいいや。ということで、まあこの辺はもう見たやつだな。ということなんですけど、この公式サイト内にはあんまり情報がそれ以上ないんですけど、基本的に今回の発売ハードは、プレステ4とプレステ5なんですよ。で、プレステ4版が、両方とも2021年11月19日発売で、プレステ4版が税抜き7910円。プレステ5版が税抜き8819円なんで、まあ、そこに税金ね、税額プラスしてください。ということでね。そういう感じなんですけども、ただ、さっきのなんか3ヶ月ごとに更新っていうのを考えると、今のプレステ4とプレステ5の、まあ、寿命ね、プレステ4からプレステ5にまだ移行がしきってないし、まあ、僕も変えてないしね。まあ、世の中の市場的にはやっぱプレステ4の方が大きいだろうし、だから、これプレステ5に一気に移行すると多分いろいろなサービスがよりハイスペックになって提供されていくっていうのが予想されるんですけど、その一方でやっぱりゲーム会社もね、まあアメリカの市場の方の問題があると思うんですけど、まあプレステ4の方がね、市場として生きてるとプレステ4のサービスもどんどん活かされるし、だから今はプレステ4、プレステ5両方持ってるならプレステ5買った方が得なんだけども、ただプレステ4でもいつまでこのね、同じ環境で遊べるかっていうのが残っていくかっていうのをちょっと見極めながらね、プレイしていくといいと思うんですけども、ただいつもの調子でやっぱバトルフィールドも結構なペースでソフトは出てるんで、新作が出てきた時にやっぱみんな目移りしていくから、果たしてそのね、1年か2年、3年ってこうサービスが続くってものがうまくいくかどうかっていうのは、まあそこもね、ちょっと考えものかと思うので、皆さんはね、そこら辺をよく分析して、まあそもそも僕はプレステ5という選択肢が今ないからね、まだ。
プレステ4なんですが、皆さんはね、そこら辺をよく考えて、こう、プレステ4にしようか、プレステ5にしようかってね、考えるとよろしいかと思います。ということでね、この動画が役に立ったかなと思った方は、グッドの評価、あとチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さきかんでした。